です。よし。はい。よし。皆さん。お疲れ様です。あんたたちの方こそな。ほぼ徹夜してたみてえじゃねえか。ゼロスはなんとか治ったみたいですね。そこまで大変な損傷じゃなかったから、リゼットさんの方はかなり時間がかかっちゃいそうだけど、どうかお気になさらずに。的確な処置をしていただいたおかげでバイタルも随分と安定しました。安心しました。ソーンダイク GM とは話されましたか？ああ、ついさっきな。分かっちゃいたが、相当性格が悪そうだ。警備主任も相変わらずの堅物でな。もう少し愛想よくしてもいいだろうに。
そういう方々ですから。無理して喋ってんじゃねえぞ。その、心配しなくても命に別状はないから。昨日みんなが手伝ってくれたあの薬も効いてくれたみたい。ええ、おかげさまで随分と楽になりました。そうか、まさかお前さんに使うことになるとはな。 GM さんが持ってきてくれた擬態パーツも使えそうだし。でもだからといって無理は禁物だよ。神経系の処置って負担が大きいから。今はとにかくちゃんと休まないと。はい、よろしくお願いいたします。バン様に皆様も、肝心な時に離脱してしまい申し訳ありません。ま、後のことは任せて、ゆっくりしてるといいさ。次に起きたら臨時ボーナスも込みでいい報告を聞かせてやるよ。楽しみにしておきますね。どうか皆様なりの流儀で。待って、どうしてあんな風に僕をかばったんですか。こんな目にあってまで、なんで僕なんかのために。眩しかったからでしょうか。私と違ってあなたには大切な方々がいらっしゃるでしょう。絆も思い出も、体すらなくした私にとってそれは何よりも眩しくて羨ましいものです。ですからどうかご自身を大切になさってください。あなたを大切に思う方々のためにも。待ってください、改めてお願いします。僕も手伝わせてくれませんか。あの連中とキャラハン教授をこの手で止めるために。カトル君、悪いがお断りだな。そうですよね、僕のせいでリゼットさんは。昨日もフィオやゼロスをろくに使いこなせませんでした。また足手まといにでもなったら。違う、そうじゃねえ。
この状況でエンジニアでもあるお前さんの助力は間違いなく必要だろう。だが裏解決屋は事前事業じゃない。頼みを聞くかは報酬と依頼人次第でな。さっき彼女がお前にかけた言葉、もう分かってるんじゃねえのか。通すべき筋が何なのか。ええ、もう絶対にしません。大切な人たちを悲しませる真似は。この町の裏で起きたテクノクライシスを何とか収束してみせる。それにはギルドでも警察でもなく、裏解決屋である皆さんの力が必要です。報酬は僕からの技術支援提供、そしてエレネーを手伝ってリゼットさんを一刻も早く回復させること。それでいかがでしょうか。いいだろう。その 4SPG 引き受けた。こっちもハミルトン門下としての力せいぜい当てにさせてもらうからな。はい、任せてください。カトル君のことお願いしますね。私も何でも力になりますから。はい、心強いです。頑張りましょう、みんなで。根本が異なるとはいえ、参考となるのはやはり1年半前のクロスベルス祭事変。あの時も超技術開発のために動力ネットと七葉脈のリソースが最大限に利用されました。その意味でバーゼル市という環境は最後の一押しを行うにも最適なのでしょう。
行きましょう。ウーラ。ああ、どれどれ。
みんなちゃんと。